はい、どうも、しんです。本日はアークニュース速報といたしまして、二つお伝えいたします。まず一つは、今開催中の夏のエボリューションイベントについて、もう一つは、本日公開されましたパッチノートについてのご紹介となります。まずは、現在開催中の夏のエボリューションイベントについて、ツイッターされている方はご存知だと思うんですが、噂にもなっておりましたし、期間に関して延長となりました。日本時間でいうところの7月の27日の早朝、だいたい5時か6時ぐらいまでが開催期間となります。内容は特に変わりないかと思うので、単純に期間延長となります。コミュニティクランチで発表が出るかなと思ったんですが、それよりも少しだけ先にツイッターの方で公開となりました。別でコミュニティクランチ何かもしかすると情報が出てくるためかもしれないので、またそっちはそっちで、何か新しい情報がありましたら作成させていただこうかと思います。続きまして、公開されましたバージョン 3.4.8.2 のパッチノートについてのお話です。ここが結構いろんな部分でですね、フィールドに修正が入りまして、今回ニュースとさせていただきました。順番にご紹介していこうかと思います。まずはフィールドマップに関しての修正として、自動のテレポートゾーン、あと油脈に関してのノードの修正。この修正はちょっと置けなかったのか、何か置けなかったか何かのバグがあったのかもしれないですね。あと溶岩の損傷量。ここは減らしたのかな？の修正が入ってます。キル量はちょっとわかりません。野生の恐竜のスポーンに関しての修正。ここは湧きにくくなってたので、ここに関しての修正が入りました。単純にサーバーの恐竜数とペット数ですね、とサバイバーの数が多かったせいだとは思うんですが、そこに対しての修正が入ったようでございます。若干落ち着いた時に野生の量が多くなる可能性はちょっとあるかもしれません。ポイズンワイバーントレンチに関しての水量っていうのがよくわからないですが、修正入ってますね。で、獲得を可能にする木への修正っていうところがちょっとわからないですが、もしかすると倒せる木が増えたのかもしれないですね。穴の修正に関しては、フィールド一部ですね、マップの場所によってワープするような穴が開いているようなところですね。移動しちゃうようなところっていうのがあったので、そこの修正が入ったのかと思われます。次にフィールドのアスガルドのバイオームに関してさらに野生生物のスポーンを追加しましたとなっておりますので、ここに関してはもしかすると種類が増えたのかもしれないですね。ワイドスポーンの修正も入っているので、おそらく野生生物の脇の修正というよりは単純に野生生物が増えたというところだと思います。この辺は実際ですね、検証してペットをお送りできればと思っておりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。続いてフィヨルドに関してアルファ生物に関してのスポーンですねを減少したようなので、ルーンストーンの集める意味合いでもですね、アルファちょっと多めに湧くように設定されてたんですが、さすがにちょっと多すぎたと判断されたのか減らすようです。で、その代わりルーンストーンの報酬のドロップ率が 40% 増加されるということになってます。エクスプロイトの修正は置いておきまして、北極熊の墜落事故修正があるんですが、これに関しては、そういうのがあったんでしょうね。で、フィールドホーク高速歩行中のプレイヤーキャラクターが邪魔になるバグと、フィールドホークが鎖で繋がれた時にプレイヤーに戻らない問題っていうとこなんですが、その辺修正が入ったようですね。フィールドに関してボス戦後の固定領域でのテレポートですねが修正されたようでございます。これ元に戻らなかったのかな。あと肩乗り生物を装備した状態で武器をリロードすると、一応生物に乗っている時にですね、 R ボタンで生物を投げるというのがあるので、そことボタンが被ってしまっていて投げてしまうっていうところがあったので、そこの修正が入ったようです。実際ボタンがどうなったのかっていうところは書いてないので、またこれも検証が必要ですね。今回の本題となりますフィヨルドの要素シャードブラックパールのノードを再配布についてなんですが、これに関しては今現在ですね、シャード黒真珠に関しては基本的にはマグマの巣のところですねに発生している状態になるんですが、おそらくそこに関しての修正が入りました。
まずそこから取れるものとして 70% これ弱点ってなってますが、ナーフされてます。なんで減ってるっていうことですね、おそらく。でそこから次の領域に関して再配布が含まれますってなってるのは、別途シャドウが追加されました。まずファイヤーワイバーントレンチ、まあ谷ですね、そのまま手前のファイヤーワイバーのところにもシャドウが配置されるようです。溶けた洞窟がどこを指しているのかがわかりません。ちょっと探さないといけないですね。あとマウントドーム洞窟と、バルハイム、ここに関してはちょっと検証して、また場所をご紹介できればと思います。まさかの取り直しです。あと黒真珠に関してはポイズンワイバーンとライトニングワイバーンに関してブラックパールが配置されるようです。まあどちらも危険ではあるんですけど、なんでまあ黒真珠に関しては取り直さなくていいかなっていうところはあるんですけど、まあ追加された場所のご紹介と今回のシャードですねに関してはまた検証してお送りしようかと思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。ということで、まあいろいろ問題が起こっていた部分ですね、野生生物であったり、まあ脇が少なかった部分ですねの修正であったり、微妙に肩乗りを投げてしまって溶岩ダイブさせてしまうなどがあった肩乗り生物とリロードの問題などは修正がされるようですので、いろいろまた快適に戻るというところ、あとアルファの問題ですねも改善されると結構ですね、問題が改善されるようでございます。でプラスこのアスガルドへの野生スポーンの追加とシャード、あと黒真珠に関しての追加ですねに関してはまた再度ですね検証してお送りできればと思っておりますので、かなり大きな情報になってくるかと思いますので、よろしくお願いいたします。今ちょうどですね採掘の場所ですねご紹介を順番にですねお送りしてたとこなんですが、ちょっと間に差し込むかそれが終わってからになるかわからないですが、お待ちいただければと思います。ということで本日は以上となります。また詳しい情報に関してはですね、別途お送りしようかと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してですね、お待ちいただければと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。